はい、私もちょっとそういう考えのところが、これ私のしかしごめんね。僕は友達があんまりいらない人なのに、これだけ生まれてるってことは、はい、友達が必要な人がこの中でいっぱいいるんだなって思います。なるほど。なるほど、必要になります。こうやって小さい子がもし理解できなかったとしても、結構写真だったりとか、そうですね、残るじゃないかな、はい、そこは絵本の強みですよね。テキストは理解できなくても、なんか印象に残ってくれれば、それでいいんじゃないかなと思いますけど、うん、だから仕事仲間であることはもう 100% 確かなんだけど、うん、飲み仲間ではない。だけど、うん、なんかそのテキストを渡して絵があれだけこうちゃんと出てくるってことは、うん、なんていうか、やっぱり友達だからとしか言いようがないような、うん、そこありますよね、うん。